こんにちは、白石和夫です。あなたはかかりつけの歯医者さんとどんな感じですか？まあ自分の歯のこと、口の中のこと、何でも相談できる関係ですか？私は開業して34年経ちますが、今でも開業当初から通ってくれている患者さん多くいますよ。当時、40歳、50歳、60歳の患者さんも、30年も過ぎるとですね、当然、70歳、80歳、それ以上の高齢者になっているわけですね。そういう私も同じですけど、一人一人の患者さんとの歯の治療、口の中の治療を通して関わってきた、お付き合いしてきた積み重ね、その歴史というものをですね、感じる今日この頃です。あなたが今何歳であろうがですね、歯の治療、そして経過を合わせてですね、かかりつけの歯医者さんに見てもらうってことは、これから先ずっと必要になってくるわけです。だからこそ、かかりつけの歯医者さんといい感じ、いい関係でいたいと思うでしょ。私も一人一人の患者さんと同じようにいい感じ、いい関係でいたいです。そのためにはお互いにマナーというか約束事を守る必要がありますよね。私が考えている約束事というのはとても単純で簡単です。それはお互いに無理無茶なことを言わないこと、それとお互いに時間を守ることです。お互いに無理無茶なことを言わないこと、実例を挙げて話すと、今から20年ぐらい前ですかね、私のところに初診来院された患者さんが、先生ね、いくらでも出すから早くまとめて、どんどん治療してくださいって、そんな風に頼まれたっていうか言うんですよね。私口の中見させてもらったらですね、だいぶこう歯磨きの状態が良くない、あちこち虫歯もあるんだけど、まずは口の中をきれいにするのが先でしょう、歯をきちんと磨けるようになるのが先でしょうということで、ブラッシング指導を始めました。そしたら、そんなことはいいからもうさっさと治療してくれと、そんな風に言うんですね。だから私はね、そんなことっていう、その歯磨きがうまくいかないのに、結果としてですね、まとめて治療して、はい終わりってなるとね、やがていつかこうあっちもこっちもまた虫歯になる、もう見え見えなんですよね。ですから、できるだけまとめてやるような心がけはしたけど、毎回治療のたびにね、ブラッシング指導をしていたら、患者さんからね、ここはなんか歯磨き専門の歯医者だから、そうじゃない歯医者に変えるからって、ちょっとね、機嫌悪くした感じでね、こう怒られたというか言われてですね、治療は中断してしまったと。でもこれってね、私の治療に対する目標、目的、患者さんのその目的、あるいはその手段というか、目的と手段って違うと思うんですよ。だからまずはしっかり虫歯にならないようにする、それを身につけて、そして治療という手段ですね、要するに治療した後悪くならないようにするという目標、これをね、お互いが共有し合わないと、いい関係、いい感じにはなれないんで、この方の場合には残念ですが、やむを得なかったのかなと、今でも思います。なのでお金で解決できることと、できないこと、いくらでも出すからって言われたってね、やっぱり目標をしっかり共有し合わないと無理ですよね。また別の例を、実例を挙げるとですね、ある歯医者さんが、患者さんにっていうか、うちに来る前の患者さんにですね、自費診療を、積極的に進めると。やるの？やらないの？やんないんだったら他行ってとは言わなかったんだと思うけど、もう見え見えのですね、なんか態度でですね、ぶっきらぼうというか、ここやめようってことで私のとこ来て、初診で来てね、それで実際に見させてもらったら、そんな高額なね、自費診療を計画しなくても、患者さんがコツコツ通ってくれれば、一通りはですね、口の中の治療、噛み合わせの回復というか、虫歯の治療、入れ歯の治療、噛み合わせの回復、そういうものがね、果たせるよということで、実際に口腔内の状態をお見せすることはできませんけども、約2年間ぐらい治療計画をこう遂行して、で今でもですね、必ず定期的に来院されているということなんですよ。無理無茶なことを言わないってことで言えばね、
患者さんがね選べないようなその治療費、それをやるのやらないのやんないんだったら他行ってみたいな、そういうのはちょっと無理無茶なことじゃないかなと思います。要するに、まあ患者さんにねその歯医者の方が無理無茶なことを言ってということですよ、今の、ね、場合は実例はですね。それからお互いに時間を守ること、これはとても大切です。まあ、歯医者の仕事ってね手作業が多いし、まあ、要するに細かい緻密な作業なんですよ。それがほとんどです。その、まあ、細かい緻密な作業をね時間内で、まあ、私の場合だと1人30分ですかね、その範囲の中で集中して行うわけですよ。そして患者さんによってはその治療の後ですね、いろいろと説明を加えないとなんかこう次の治療に転換していけないというか進んでいかないということになると、あっという間に1時間ぐらいかかっちゃうと。そうすると次の患者さんが時間通りに来てますから、当然ながら今日はここまでということになりますね。だから時間を守っていただかないと、例えば患者さんがね10分15分遅れて、仮に電話で遅れますよって言われてもですね、実際に診療はできないわけですから、予定した治療内容もその日にできないということになっちゃいますね。まあ、今の話はね、まあ、うちだけに限らず、まあ、全国日本全国の歯医者さん同じように考えていると思いますよ。やっぱりいい関係でいるためにはお互いに時間を守る、ね、早めちょっと余裕を持ってやるということでよろしくお願いしたいんですね。それとね、一番困るのはね実は無断キャンセルなんですよ。患者さんにはそれなりの理由っていうかね事情があったかもしれないけど、電話がかかってこないと、どうしたかなってことで後日ね、まあ患者さんの方に、無断キャンセルされた患者さんの方に電話をしてみると、結構うっかり忘れが多いんですよね。でそのことがですね、まあ、常習化っていうか、あんまりそんなにこう申し訳なかったって感じないようだったらですね、私の方もその患者さんのためにね、そのやっぱり予約の時間を積極的に取るっていうのがだんだん難しくなっちゃう場合もあるわけですよ。お互いいい感じ、いい関係でいるためにはですね、あ、万が一時間の方間に合わないとか、事前に今日は明日はいけないとかっていう場合には必ず連絡を入れて、で時間調整をする、要するに予約時間を守ってくださいということなんです。ということでね、かかりつけの先生、歯医者さんといい関係でいたいというのは、歯医者の方も患者さんといい関係でいたい、約束が2つありました。時間を守る、それから、まあ、無理無茶なことを言わない。多分ね一般常識だと思うんですね。子供に教育するときに、そんな無理な無茶なこと言うなよとか、何時までにね学校に来てくださいとか、まあ、そういうのって身についてることですから、歯医者だから特別にねなんか時間、遅れちゃってもいいとか、あるいはちょっと無理無茶なことをお互い言っちゃったとか、それはちょっとやっぱりいい関係になれないと思うんですよね。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。はい、お疲れ様です。はい、どうもお疲れ様でした。ちょっと気になったことあったんですけど、はい、どうぞ。できるだけ早くまとめて治療してくださいって人いたじゃないですか。その人がもしちゃんと歯磨きができてる人だったら、これって可能なんですか？治療内容にもよるけど、例えば入れ歯をね1日で作ってくださいとかね、それはちょっと保険ではできないことだし、最低でもそのマニュアル化されている治療の流れはこなしていかなくちゃならないね。1本だけじゃなくて3本4本まとめて虫歯の治療をするとか、それは可能だけど、その1回で終わらない、そういうものに対してね今日の明日作ってくれとか、それは無理だし。なるほど。それはお金の問題じゃなくて、治療のステップとして絶対にこう積み上げていかなくちゃならないことだから、お引き受けできないなと思います。なるほど、それは1000万円でもですか？お金では私は動きませんお金かかったからっつって長く、そのかかりつけとしてね、頼ってきてくれているかっていうと、必ずしもそうじゃない。お金で解決された方は、途中でかかりつけをやめちゃうというか来なくなっちゃうっていうね、過去の中での記憶ですけど、多いんじゃないかと思います。それよりも保険診療でコツコツ治療を受けてた方の方がいい感じ、いい関係で長くお付き合いさせてもらってるっていうのが、うちでは大多数かな。
いや本音で言ったらね、はい、お金持ちは全てに、はい、特に健康にね、はい、お金をかけた方がいいです。あ、なるほど。あの物にお金かけるんじゃなくて、はい、自分の健康にお金と時間をかけた方がいいです。スポーツ、スポーツもそうだけど治療も、あ、治療、はいはいはい、クオリティオブライフというか質の問題ですから、はい、うちは自費の、その診療を患者さんに積極的に進めてないけど、時間もある、お金も十分あるってなったら、当然それは自由な診療を選んでもらった方がお互いのニーズに合うんじゃないかな。なるほど、うん、はい、と思います。歯医者さんも普通の病院もそうだと思いますけど、やっぱ経過って必要ですよ ね、 もちろんそうだよね。もちろん経過体は変わるから、はい、その変わった体に対して入れ歯の形が変わるわけでもないし、はい、あるいはまあ噛み合わせだってね、顎の状態が変わってくることだってあるし、筋力も変わってくるし、やっぱりそういう点ではかかりつけという、はい、ね、立ち位置で、まあ、私たちの方も患者さんの経過をさっき話したけども、はい、もう34年もずっと来てくれてるって患者さんがね結構いらっしゃると、あら、こんなに口の中が変わるもんだねってお互いに認め合うっていうか、はい、当時のレントゲンとか写真とか残ってるから、はい、あれ、こんな状態だったんだみたいなね、はい、まあ、歴史を感じますよね。ということは、うん、かかりつけの歯医者さんと良い関係ですかっていうのは、うん、ちゃんと時間を守ってますかとか、うん、そう、無理無茶を言ってませんかっていうことを、まあ、患者さん側にこう問いかけたって感じなんですかね。今日はお互いそういうルールを、ね、マナーを守り合えれば、さらにその時間内で私の方もしっかりやれるし、患者さんもそのタイミングを測ってね、いろいろと口の中のこととか、場合によっては自分の歯じゃなくて例えば家族の方の歯のことを相談するとかね、まあ、そんなこともまあ、長く付き合ってれば、まあ、いい感じで何でも話せるということになってくるんじゃないかな。はい、わかりました、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。